今日はフェンチャーチから連絡がない。何か面白いものを見つけたのね。フェンチャーチが言うことは、あ、そう、なんかその噂のパルスを。そんな強いんですかこれ。よいしょ。はやーん。うん。タワーのもう一人の英雄に会えるのはいつもいいんだ。打ち切れ発射抜いた瞬間にパターン入りそう。キルクリップよりまあ強いんじゃないかな。レドリックスのクレイモアってやつですか。パルスライフ。本当だ。変わってる。安定もあんま高いですね標準で。あれですかね、 D1 でいうホップスコッチピルグリム的な感じですかね。この連射だと、このレートだと。懐かしい。うん、私あれ得意でしたね。へえ。ああ、じゃあ、うん、じゃあ強いかも。ピルグリムはすごいお世話になりましたね。あれは強かった。それでアウトローついてんならすごいな。ねえ、そうですね、初めて見ましたね。これ3倍の時に頑張るしかないんちゃうかな。あ、つかないの適用されないんですかこれ。へえ。ちょっと待って、メインのこれサブマ最近よく見るんだけど、これ電車型か。うん、早いなと思って。ハンドリングいいんですね、これ。うん。アンティオペでいいよ。アンティオペが強いと思いますね。うん、私アンティオペ間違って解体しちゃってね、ないからね。めっちゃ安定する、あの武器は。あれ距離長いしな、アンティオペ出ないんだよな。もう持ってなかったらビジランスで割り切れるんやけど、持っとるからだと、あ、アジリケーターと、アンティオペあるからビジランス使えんのやったらなかなか、大体今やんねえと、やんねえけど、あ、バイトはもう終わりましたね。使ってて終わればいいやっていう。そう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 。強いからね、こんなんで使っちゃうけどな。あれ使われて殺された時とかは、あ、使おうって思って。どう。一時期私結構マリンっていうやつにすごいやられた時期があって、あ、使おうと思って。あ、出た、パパピッカ、みんなありがとう。ちょっと待って、見たで、ね、ちょっと夜中やけど、ちょっと明け方。見た？イエーイ、帰ってきた私のアンティオペ。ほら、やったー、みんなありがとうね、ありがとうありがとう、今日誘ってくれたからや。ちょっとこれで頑張るわ。ちょっとやる気出た。ちょっとグラビトンで頑張る。ちょっと修行してくるわ。よかったよかった、モチベ向上。もうね、みんないいないいな、キルできてって思ってました。ずっとなんで私アンティオペ解体したんやってずっと思ってた。やった、